韓国が久しぶりに日本と比較開始だ。比較シリーズね。韓国は日本を因縁のライバルと見ていて、いろんなところで対戦をしているわね。そうだな。最近では日本の方が勝っていることが明確になっている気がするが、韓国もどこか勝てる部分を見つけようとしているぜ。そうなのね。今回も日韓の話で気になるわ。そうしたら早速話に入っていこうと思うぜ。韓国は最終予選を前にアジアの永遠のライバル、韓国 VS 日本のどちらがより強いだろうかという内容を紹介していた。もちろんそれは日本じゃないの？そうだが韓国の意見も見ていきたいと思うぜ。中国代表のヤンコビッチ監督はホームで韓国に 0-3 で完敗した後、韓国は明日ワールドカップを開催するなら準決勝に進むとしても全くおかしくないほどレベルの高いチームだと絶賛した。韓国サッカー史上初めてワールドカップベスト4まで進んだ2002日韓ワールドカップのチームを凌駕する歴代最強の戦力と言えると紹介をしているんだ。めちゃくちゃ称賛されているじゃない。まあ韓国は実際には中身は気にせずだと最終予選進出しているものね。そうだ。だが6月の2次予選では中国と1対0で勝利することはできたが、圧倒的な力を出すことはできなかった。そうね。あとは U23 でもパリ五輪に出場することはできなかったわね。しかし U23 での出来事に関してはパリ五輪に出場することはできなかったが、日本には勝利することができた。その日本が優勝したということは韓国は優勝する可能性を高く秘めていたと、韓国がアジアトップであるかのように伝えているんだ。なんとも一部分を切り取って見ているわね。だな。しかしファンはこれに対してしっかりと反応をしていたぜ。ライバルは韓国だけじゃないけど、相変わらず日本を引き合いに出すね。相変わらずのポジティブシンキング。サッカーだけでなくスポーツ全般に言えることだけど、単なる隣の国というだけで勝手にライバル視して、日本ができるなら我々もできる、と思い一喜一憂してる感じしかない。比較するのは結構だけど、日本のことをとやかく言う前に自国の方を向いて何をすべきか考えた方がいいと思う。日本ばかり気にしているからそれ以上の成長がない。日本は世界を見てきたからいつの間にかアジアでトップになった。アジアばかり見ていたらアジアでもトップになれていなかっただろう。ファンは日本と韓国の違いを顕著に言っているわね。大きな違いは考え方の部分だな。日本に常に意識している韓国、そして世界を常に見ている日本。これだけ見ても目標が明らかに違うから出す結果も変わってくるわね。そうだな。そして他の韓国メディアでは比較をした結果について話をしていたぜ。パリオリンピックについて、日本サッカーの自信か、オーバーエイジなしでパリオリンピックの金メダルに挑戦する。オーバーエイジ候補として取り上げられた海外組の選手たちの所属クラブとの貸し出し協議が難しかったのが最大の理由だが、それだけ戦力に対する自信も大きい。韓国サッカーが40年ぶりにオリンピック本戦に出られない中、日本はオーバーエイジなしで挑戦状を出していると、韓国自身が日本に負けてしまっていることを伝えているぜ。韓国サッカーが本戦に出場できないって最後に言っている部分がインパクトが強いわね。アジアカップでは日本に勝ったが、結果を見れば日本は優勝しパリオリンピックに行ける。完全に今回も日本の勝利と見て良いのではないかしら。またファンの反応をちょっと見ていきたいと思うぜ。日韓の選手のクオリティが一緒だというのであれば、なぜ FIFA ランキングに差が出て市場価値も違うのか。質が同じでも欧州で通用する選手の数が圧倒的に日本が多いと言いたいのなら、それこそが選手層の厚さの違いであり、サッカーにおいては強さと言えると思う。常に韓国はその部分で勝てないと感じている部分があるから、そのための若手育成に目を向けた方がいい。韓国は全体的に何人かの選手のみピックアップして称賛をしているイメージ。これだと他の選手は注目されないと感じてしまい、代表としてやる気が出ないことがありそう。韓国は大会の結果ばかりに注目がいって、長期的な韓国サッカーについてはあまり目がいっていない。長期的な視点を持つことが韓国サッカーが革命を起こすために必要って感じね。韓国代表は最近新監督が就任して新たな章が始まる。賛否両論がすごくある監督だけど、ここから選手の招集がどのように変わるか、アンダー世代の監督も経験したことがあるから若手についてどのように捉えるかを今後は見ていきたいわ。そうだな。新監督になった後の韓国の試合についてもしっかりと見ていきたいと思うぜ。そうね。そしたら次は最近伊藤洋輝選手がバイエルンに移籍して盛り上がっている話を見ていきたいわ。伊藤洋輝選手が加入してキム・ミンジェ選手が先発じゃなくなる可能性が高いと言われているな。
そうね、最近ではインテルに移籍する可能性があったりと絶えず移籍報道が紹介されているわ。確実にスタメンとして出場できないと分かっているのであればその決断は正しいと思うぜ。ただイギリスのスカイスポーツが思わぬ反応をしていたわよね。そうだな、早速見ていこうと思うぜ。キム、リンジェに関する放出の噂は的外れであることが確認された。27歳のキムは FC バイエルンを去るつもりはなく残留を望んでいる。契約は2028年まで有効だ。これは他のメディアとは真逆のことを紹介してるわよね。そうだな、契約は残り3年以上も残っており、昨季はアジア人歴代最高となる移籍金約87億円でバイエルンに加入している。歴代最高で加入したこともあって本人も伊藤選手が加入したことで退団なんてふざけるなって思っているかもね。期待されている中、その期待に応えそれ以上の活躍をもしかしたら今後してくるかもしれないぜ。伊藤選手も今注目されているけど実際に試合に出てどのような評価をされるかはわからないわ。そうだな、実際に出場してみてどんな評価を受けるかそこが一番大事だ。移籍市場はまだまだ始まったばっかりだから今後どうなるか見ていきたいわ。そんな伊藤選手だが今のドイツでの評価はどんなものか知っているか？もちろんすごい評価されているんじゃないの？正解だ。バイエルンのスポーツディレクターは、獲得がうまくいってとても嬉しい。新しいエネルギーをもたらしてくれるハングリーな選手が欲しかった。ヒロキは我々が求めている全てを持っている。挑戦を受け止め継続して自分の道を歩んでいける選手だ。25歳ながら経験が豊富で入れ替え戦やUEFAチャンピオンズリーグ出場のかかった舞台でもプレッシャーに潰されることなくプレーできる。すぐに正しい補強となってくれるはずだと高く評価している。日本代表としても今では必要不可欠な存在になっているわね。なぜ伊藤選手がここまで評価されているのか。もともと伊藤選手はジュビロ磐田でプレーをしていて、そこで香川選手をドルトムントへ送ったり、遠藤選手をシュツットガルトへ連れてきたスカウトマンによってドイツに行くことになったんだ。もともとはそこまで高い評価をされていたわけじゃないのよね。そうだ、最初は年齢的な部分もありセカンドチームで経験を積ませる予定だったらしいが、怪我人が影響で急遽トップチームで出ることになった。そうよね、1年目からすでにドイツのトップリーグでプレーする機会が得られたわね。そうだな、これについてはスカウトした人物も驚きで、ドイツのインテンシティになれるまでに1年くらいかかるかもしれないと上層部で話をしていたんだ。ただ彼は何かをもたらしてくれる選手になれるとも話していた。ヒロキは素晴らしい左足を持っている。ビルドアップに優れ、1対1の競り合いに鋭くいける。理性的にタックルができるし、ピッチ上でうまく気持ちをコントロールすることができる。伊藤選手は一番は左利きっていうのが大きく評価されている部分に思えるわ。左利きのディフェンダーってあまり聞かないからな。それだけで希少価値が生まれるぜ。私も今から練習したらプロになることできるかしら？左利きの練習をしただけでプロになるのは不可能だな。伊藤選手はそれ以外にも常に冷静にプレーしている。シュツットガルトで当時監督をしていたマテラッツォ氏も、ヒロキは自身の仕事を非常によくやっている。極めて安定感があり、いいプレーができ、前線にうまくパスを通すことができる。ビルドアップからのパスは鋭く正確だ。何よりこちらの話に耳をしっかりと傾けるし、学ぶのが早い。と試合でのこと以外にも常に吸収しようとする気持ちがすごいっていうのを言っていたわね。伊藤選手もドイツでの活躍について、1年ブンデスリーガでやってよりチームを背負う立場というか責任感が増してくる。どう自分たちがピッチ上で感じたものを表現していくかが大事。練習から何をチームのためにできるかというのを表現してやっていきたいです。チームに勝ちを持ってこれる選手になりたいです。その貪欲さがドイツでもトップレベルで活躍できる秘訣ってことね。そうだな、ドイツはフィジカル面で他のリーグよりも非常に求められることが言われている。そんな状況の中でディフェンスとして負けることがない部分はさすがね。遠藤選手もシュツットガルトでデュエル王と言われ1対1では負けることはなかった。リバプールでもそれが評価されてスタメンを確保することができたわね。そうだな、伊藤選手も遠藤選手同様に世界最高峰のクラブで活躍することになるが、今まで通りのプレーをして今回3位になってしまったバイエルンを優勝に導いてほしいぜ。そうね、伊藤選手とキム・ミンジェ選手のスタメン争いも楽しみに待ちたいわ。最後に日本人ゴールキーパーの話題を見ていきたいと思うぜ。 U23 日本代表の小久保レオ・ブライアン選手がついにシントトロイデンに完全移籍することが決まったぜ。ええー、
ついに鈴木財音選手と一緒のチームになったのね。ベンフカに加入することはできたが、その後はトップチームで活躍する機会は得ることはできなかった。でも U23 アジアカップや最近のアメリカとの試合とかでも存在感をめちゃくちゃ発揮しているわよね。アジアカップの決勝戦なんて PK を止めて日本の優勝に大きく貢献したからな。欲しいと思うチームは多いだろう。鈴木財音選手と一緒のチームになったとはいえ、鈴木選手も移籍する可能性が高いと言われているから、ここでのスタメン争いはなさそうね。そうだな。ただ今後は確実に日本代表の場でスタメン争いを繰り広げるだろう。二人ともにそれぞれの強みがあるから、相手チームによってキーパーを変えるっていうのもありかもしれないわね。そういうこともありそうだな。そしてこの移籍に対して立石 CEO は、小久保選手の加入は STVV に新たな競争と刺激を与え、さらに強い集団に成長させてくれると信じています。また彼自身もシュミット・ダニエル選手や鈴木財音選手のようにこのベルギーリーグで経験を積むことで大きく成長できるように私たちもサポートしていきたいです。シント・トロイデンは日本選手を積極的に起用してしっかりとレベルアップさせてくれるチームの印象があるわ。そうだな。小久保選手もこのチームでより高みを目指して頑張ってほしいぜ。そうね。今回は韓国の話から日本がすごいっていうのを改めて感じたけど、今後ももっと頑張ってほしいわね。皆の意見もぜひ教えてほしいぜ。そうしたら今日の動画はここまでよ。